だからもう本当こう不良がやるのがサッカーだったみたいなのもあったしこの人たち絶対悲しましちゃいけないと思って、そこで契約を契約交渉するっていう、最初はうんうんでずっとうなずいて、1回には何もハンコされて帰るよって言われて、分かった降りて出されたらやっぱり金額すごいんで、だからおっしゃるであるね93年ですよね、うん、J リーグ誕生して、その時心境というか、初めてじゃないけどプロとして認められるんだっていう、で日産自動車入ったのもやっぱ一応プロに近いんだけど契約社員なんで、うん、だからもうプロっていうのは野球と相撲しかない時代だったので、やっぱそこにサッカーが入るっていうのはもうすっごい嬉しかったし、同時にその責任感じゃないけどやっぱ成功をさせるために自分たちは必死になって、うまい下手じゃなくて必死になってボールを追うで勝負をする姿を見せなきゃいけないというのは自分にはあったですね。だからうまい下手ってそれはレベルあるじゃないですか、でもメンタリティは同じだと思うんです僕は。メンタルのところはうまい下手関係ない、まあ、そこはやっぱり自分自身は見せなきゃいけないし、お客さんがこんだけいっぱい入ってるし、もう楽しくてしょうがないし、日本リーグ時代なんて500人とかだしね、お客さん川崎の今トドレキなんてね、まだ改修前なんてもっとナイターであったんだけど、水曜日雨降って日産対読売全員してたよ、みんな誰かの友達とか奥さんとか子供とか、うん、そういう時代を僕も過ごさせてもらって、だからこんな幸せなことがない、本当にいい時代に僕はいたなっていう、まあ、小学校中学校には考えられないですよね。プロを目指してるわけじゃなくて、将来僕先生になろうと思ったし、うん、プロなんてなかったわけですから。選択肢がなかったですね。選択肢ないですよ。だからもう本当こう不良がやるのがサッカーだったみたいなのもあったしもうそういう昭和のねの時代に育ってきて、もう本当信じられないルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。まあ、僕らは環境的にはその最初の J リー発足のプレミアム10っていうの、うん、10チームには選ばれなくて、国立で日産とヴェルディのゲーム、うん、あれがねドカーンって映像で見て、うわーすげえなーと思って、でやっぱりそこに出てる鉄としてはやっぱり火を消しちゃいけないっていうかね、うん、と思いますし、で、まあ、僕らは JFL で J に上がんなきゃいけないんですよ、勝ち上がんなきゃいけないっていう2年間かかったんですけど、その本当に2年間はもう這い上がるためにもうめちゃくちゃ苦しかった、絶対負けられないっていうのがあって、でやっぱりサポーターがこう支えてくれるっていうのが一番大きくて、でやっぱりサポーターの人たちが J にみんなで上がろうっていうところで期待感を持ってね、いつも練習もたくさん来てくれて、この人たち絶対悲しましちゃいけないと思って、まあまずはその J のトップリーグがねそうやってやってくれてて、鉄たちが頑張ってくれてる中で、もう僕たちはもう這い上がるために必死になって、もう這いつくばって勝つしかなかったんで、まあその2年間っていうのは本当に苦しかったんですけど、まあなんとかね上がることができて、やっぱりその J の舞台行った時はやっぱりすごく嬉しかったですね。実業団時代とプロ時代、タイムロスとかもあったんですか。待遇時代はめちゃくちゃ違うと思います。企業スポーツって、まあ、僕の場合で言うと午前中仕事に行って、社員食堂でご飯を食べて、で寮に帰って、僕ら下っ端の、まあ、高校出たての頃はグラウンド行って、コートを半面描くんですよ、ラインカーで空気カーって入れて、で水とか準備して、でマネージャー昔なんかマネージャーとかいないもんね、あ全部若手がやるんですよ。若手がやります。1年目はい、でそういう準備をして終わると空気抜いて、で全部倉庫に入れて帰るっていう、初任給があるじゃないですか。で昔はサッカー手当って
ていうのがあって、僕入った年がサッカー手当が月に1万2000円とか、でも天皇杯を20歳の時に優勝してたまたま僕ゴールしたんですけど、その時に会社から6万円もらって、もう大喜びしてました。そんな時代です。Jリーグバブルとかもあったと思うんですよね。あの時の思い出とかあるんですか。まあ、バブル当然のようにそのサラリーが本当に良くなったんで、考えられないですよ本当に。だから頑張ったら頑張った分、勝ったら結果出した分どんどん上がっていく、もうプロらしいものがやっとあの時に出来上がったんじゃないですかね。だから日産自動車にいた時はその年功序列みたいなのもあったし、給料っていうのは、はい、だそれがもうプロ化になって、やっぱ現時点の実力でそのフロントが査定して、そこで契約を契約交渉するっていう、まあ、そういう時代になりましたからね。プロ化になってガチガチだけど、こう先輩とかに、ちょうどうちは僕は兄がいたので、ね、お兄様にとっつったら、最初はうんうんでずっとうなずいて、1回目は何もハンコされて帰るよって言われて、分かったもんすぐに押すなよっていろんな人に聞いたらそんなのがなるほどねみたいな。そうだね、ポンって出されたらやっぱ金額すごいんで、からすぐ押しちゃうってなるね。うおーと思って、ね、もう向こうクラブとしては押してくれたらしめしめっていう感じなので。当時のチームでの、まあ、思い出なんかあったりします。まあ、僕自身はその JFL で2年やって、で J に上がって、で僕ちょっと怪我が多くなった時期で、でその後2年ぐらいで僕引退しちゃったので、あの思い出っていうとやっぱりそのルンガだとかファネンブルグスキラッチだとか、まあ、中山を含めて、でまあナナミにしても その若い選手たちがこうぐーっと力をつけている時だったので、でまあ監督がオフトで、まあ怪我があって8月ぐらいにオフトに肩トントンされたんですよ。トントン、吉田ちょっと話があるで、まあ、自分自身もちょっと、トップチームから離れてて怪我があってリハビリがあって、でサテライトで練習やってトップチーム行ったのね、で2ヶ月ぐらい経ってから入ったんですけど、トップチームの練習に。そしたら、もう目が合わなくなってて、何ですかね、動きがもう目についていかなくなってきたんですよ。で、あ、これダメだなと思って、でやっぱりちゃんとこう動体視力と自分の体がフィットしていかないとサッカーにならないじゃない。だからボクサーだともうボコボコ殴られてる感じですだそんな感じになってたんで、あ、これダメだなと思って、で、まあ、多分オフトも見抜いたと思うんですよ、僕の動き見て。で夏ぐらいに吉田ちょっと来いっつって、まあ、ちょっと今年であれしろっつって、今からちょっと使わねえぞって言われて、分かってる分かってるっつって、でお前言いたいこと分かるから、あの了解したっつって、それまでの契約が切れる期間の中で、じゃあ次実業がどうしようっていうことをちょっと考える、時間があったので、まあそれほどこうやっぱりトップレベルってすごいんだなと思って、やっぱサテライトとトッププロっていうここの差っていうのは ね、全然違うんですね、はい、やっぱり観察力、人間観察力がすごいですよ、よく見てますよ行動と か、だから日頃の行動と違ったら声かけてきたりとか、ちょっとお前どうみたいな、だそれはすごく学びましたね、彼と一緒に仕事して、僕はもうプロ化のなってやっぱり開幕ゲーム、もうあれは忘れられないし、その残念ながらそのマリノスに負けたんですけども、その前の日からやっぱり自分のこう気持ちが高ぶって寝れない状態で、それで朝迎えて、そしたらこう東京プリンスに泊まってたんですけども、そこから国立競技場に向かっていくと、近く来るともう人が並んでるんですよ、何重にもなって、うわーみたいなんで、でそこであのセレモニーとか、あのオープニングセレモニーで川口さんの宣言とか僕ら見れなくて外でアップしてた、だ中見てない状況みたいな、声だけうわーっていう歓声とかそういうことだけしかもう聞いてない、あの分かんない、
ただ一番最初入ってくるライトがやっぱり消されるって普通ないじゃないですか。そういうセレモニーみたいなないのでサッカーってなかなか、だからそういうのがやっぱり感じられた体験、そこにいたっていうのが僕はやっぱりすごく、幸せだったなっていうのもあるのと、あとはもうやっぱりチャンピオンシップ取ったに、やっぱり初代チャンピオンになれた、これを2年続けられたっていうのはすごく印象に残ってますね。多分ね、津波さんが僕の後ろの後ろからなんかで、でチューブの前田さんがあの君が代を歌っていただいて、その時にやっぱりみんな歌うわけですよ君が代を。でも前田さんのキーが高くて、で津波さん同じキーで入っちゃってちょっと声がおかしかったなんかそれはなんか逆にリラックスできたようなルーさんにとってかっこいいとは、ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。現在、まあ、J2 に所属しているんですよね、ジュビロとベルディって、まあ、その強豪チーム、まあ、J1 に復活するため何かここが必要みたいな。まあ、落ちて十何年経ったかな、僕が落としちゃってしまったんだけども、その前の年はあのラモンさんと僕で上げたんだけど、1年で残念ながら降格してしまったんですけども、その後ずっと言われるのが、そのベルディの魂とかベルディのっていうそこばっかり、でもレベルがっていうか選手の全部変わってきてるので、僕は今思うのは、過去は大事にしてほしいけど、そういうやったのはね、でもやっぱりもう新しくしていかないと、昔の過去のベルディを追い求めても絶対無理だと思うんですよ。そうじゃなくて、今の予算の中で今でやっていくために何がベストなのかっていうサッカーを突き止めていかないと、僕はいつまでたってもベルディ上がらないんじゃないかな。ただ今年はやっぱり社長も含めて、やっぱり上福さんも含めて、新しいベルディを作るんだっていう、だからこそ僕はいい位置に今いると思うんですよね。だこれが僕は正解の道だと思います。まあ、オフトが来て、僕キャプテンやらせていただいてたん でよく彼が言ってたのが、やっぱクラブジュビロというクラブなので、やっぱもちろん地域とこう連携してやっていくんですけど、目標はやっぱりベスト3、常に毎年 J リーグの中でベスト3か4つまでに入ろうと、まあ、その中でいいタイミングがいいコンディションの時に優勝のチャンスがあるって言って、そのアベージとしてやっぱり上位4つに入っていくクラブを作っていくことが大事だっていう話はしてたので、現代のサッカーどんどん変わってきてるんですけど、やっぱり育成からやっぱりクラブコンセプトをしっかり持って、それに対して監督が変わっていく分にはいいと思うんですけど、監督の頭が変わったから違うコンセプトにどん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 変わっていくと、やっぱり一本こう長い長期的なベスト4を維持していく力ってないと思うんですね。で、下部組織の育成のスタッフたちも困ると思うし、選手も困る、ちょっとそういう日本の中でそういうクラブがないかなっていうのがあって、今、まあ、ヤヒロなんかがねセレッソ行ったりして、今下部 の育成のところやってますけど、だからああいうことがヤヒロが育った選手たちがどういうふうに今度変わっていく、もちろん海外行く選手もいるだろうし、日本に残る選手もいると思うんですけど、その子たちがやっぱり J1 で活躍しだして、でその下部組織もやっぱりコンセプト、同じコンセプトでやっていくっていうモデルになるといいなと思ってて、だからそういう作り方をやっぱりクラブってしていかないと、ダメなんじゃないかな、長期的にね、こうみんなに愛されないっていうか、まあ、誰がね、耕して種をまいて水をやってね、で育てたものを誰が実を取るのかってね、やっぱりそこまで考えないと、だから1年1年でやってしまうと、やっぱりまたやり直し、またやり直しってなってしまうと思うんで、やっぱりきちっとその5年計画とかね、10年計画って計画性を持ってね、しっかりプロセスを踏んでやっていくと、やっぱりそこにベースの積み重ねがあって良くなっていくと思うんですね。ただその予算によって選手の質は変わるんだそう、確かにこれだけはこれがプロだと思うんですよね。
だからヨーロッパのチームで金かけないで優勝するところなんてないんですよ。やっぱり強化費と順位は比例するとよく言われたりとかするんですけども、うん、やっぱりそこもやっぱりサポーターも分かってもらいたいかなっていうね、うんうん、負けたらダメじゃなくて、うん、どういう予算で我々はどういうふうに狙うのかっていうのも、うん、これはサポーターも含めて一緒になっていかないと、うん、ここでギャップが出て暴動が起きたりとか、うん、そういうことにならないでほしいなっていうね、うん、やっぱりないとこにはないので僕もいろんなあの監督やって地方行って、ね、うん、これは大変だと思いましたから。地方のリーグはスポンサーの数少ないし、だからこそ地域密着でちょっとずつでも、うん、じゃあ集まりましたって言ってこれ優勝狙えるかって言ったらちょっと待てよみたいな、うん、だから全部が全部勝つチームを作るんじゃなくて、うん、やっぱり地域がやっぱりこう根ざしてそこに活性化をさせるための J リーグのクラブがあってもいいと思うんですよね、うん、全部が優勝 J1 で優勝するんだ、当然そこの目標はいいと思いますよ。でも現実でもありますから、ただ僕は思うのは自分の住んでるとこにプロリーグのチームプロクラブがあるのはすごい誇りだと思いますよ。森保が育てたじゃなくて日本全体がやっぱ選手を育てた。ワールドカップ本当優勝しますよ。うおっていうね、やっぱりこの子は来るんだなっていうね、うん、初めて見た時に衝撃を受けたのが彼のね、上手いやつだから壁が来る、下手に壁はないんですよ。